い、どうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースザ・ユニバースビッグエストカールボックスということで、宇宙は最大に広い競技場ということでしょうか。これね、僕ちょっと怪しいなって思ってるのが、最速クリアが23秒なんだよね。短いトロールコースなのか、それとも何かしらの訳があるのか気になるところですね。だがしかし、僕はこのコースをクリアしてピョキングという名を宇宙にまで広めていこうかなと、そう思っております。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.21% で、たまにコメントでさ、ピョキングさんコース名を訳してくれるんで嬉しいですっていうねコメントがあるんですよ。でも僕の翻訳って3割ぐらいしか当たってないからね。あんまり期待しないでね。それじゃあここはドクロリフトが一番まず怪しいよね。ドクロリフト乗ってみます。そしたら、なるほど、ドアが開幕派だ。もう大体読めたね、この方のトロールコース。宇宙を代表するピョキングとして、じゃあちゃんとクリアしていきますか。ここどうすればよかったんだろう。この場所に追っておけっていうことなんかな。そんでパンを手に入れて右下のブラパの上に置けっていう感じでしょ。それじゃあここはすぐ出た瞬間左、そしてパン様を待っておく。なかなかやるね。さすが宇宙を代表する者同士の戦いっていう感じだね。そしてここでさ、この下でパンを落としてパン様ここのパンはさ、ジャンプして落とせっていう感じなんかな。なるほど、それでいけるっていうわけね。あのパンどこで引き込まれたんだろうね。さあ、ここは右に行ったら移動すると思う。で、このタイミングで左、いや、合ってんじゃない。ほらほら、あっ、期待させんな。ちょっと待って、ここガチでわかんない。マジで考えていい？右行くでしょ。で、左行って、もう一回右かな。何度も繰り返せってこと。あら、なんかピンスイッチが発動したね。こっからなんか右下と左下にね、ブラパが出てきてるんだけど、こっから下にも行けないし、ドアにも入れないよね。ここマジでわかんねえな。それじゃあすぐ右に落ちてみる。そして真ん中の方が怪しいからさ、なるほど、このリフトに乗ってドアに戻れっていう感じなんかな。多分それで合ってるでしょ。違うんですか。Pスイッチが鳴ってない状態で入ったら変わってたかもしんないね。なんでここのピー音がなくなってからこのドアに入ってみよう。そしたらなんか変わんじゃないの。さっきとちょっと違うけど、こっからだよね。なるほど、右に鉄球が出てきてくれんのか。そしてこのまま先に進めると、おお、後ろって書いてないか。大丈夫か、この先。おお、ふわ、どこなんだそれは。ちょっと今ね、ヒント見返してきたんだけど、今マリオがいる位置にね、追っておけって書いてたんだよね。なんで鉄球が出てくるときに、あの場所に追っておけばオンオフが変わるっていうことなんじゃないかな。ちょっと試してみていい？なるほど、やっぱりね、貸し切りだ。もうヒントとかいらねえんだよ、きっと僕は。もう IQ383 ぐらいあるからね、今絶対やられたと思った。さあ進んでいきますか。ここはオートスクロールか、早めに右に行こうか。こっからどうするかだよね。邪魔すんな、無機物。それじゃあここは右の10個位の方が正解なんじゃない。多分こっちに追っておけばツタかなんか出てくんのかな。いや、これは無理やろ、登るの。え、左、いや右、うわ、どっちだろうね。うわ、こっち笑われてるし、こっちじゃないのかな。うわ、この音楽がやだ。入って帰ってるな。どうもこんにちは、ありがとうよ。こういう耐久みたいな音楽をつけてくれちゃってさ、右のパックンのところに行けばいいってか。さあパックン、僕をやってくれ。やっぱそうなると思っ、いや、合ってる、合ってるよ。そしてここでヨッピーだね。あ、テレされてくんのね、ありがとう。まあまあ中間ポイント取れてるしね、よかったー。てっきり知りたいけんと思いましたけど、じゃあここは多分この場所でパンを叩かなくちゃいけない。そしてドアに入る。魚だー。この制作者さんは魚も飼ってると、そういうことなんだね。立派な魚飼ってるじゃねえか。ここは何もしない。よっしゃ。で、ここでカシャンってきて、このまま右に進めっていう感じなんかな。いや、でも左の土管の方行けないよね、足場があるから。それじゃあこの3本倒していきますか。なんかバーがあるのが見えるんだよね。バンツー、襲われてしまいましたわー。
いや絶対あの3も倒してみせる。みんな見てて、ワンツースリーフォーファイブシックスセブン、ウルトラマンセブン発動します。ピコンピコン、残り1分しかありません。大丈夫かウルトラマンセブン、 Z みたいな色のやつが来てるけど大丈夫か。下のフラワーで回復だ。あっつ、すいませんね、僕あんまりウルトラマン詳しくないんですよ。じゃあここ花を取るなっていうことだったよね。え、取ったらダメなの？いや取って、なるほど、バブルが壊してくれて先に行けるっていう感じだったのか。そしてこのまま右に行っていいのか。でかいフラワーが来てるけど大丈夫か。キノコ、キノコ、これ取れないの？え、じゃあどうやって行くんだろうね。やっぱりフラワー取っていかなっていう感じなんかな。それとも別の場所でキノコ取れたんかな。それじゃあ下のフラワー取ってみる。ここでバブル落として、こっから下に行けば、うわ取れないんだね。っていうことはどっかでキノコを取る術があるよね。一旦ついていってみようか、このままこの鉄球に。で、ここのキノコ、あ、わかった、これ矢印のところで取ればいいんだ。まあ分かってたけどね。それじゃあこの矢印の場所で待っておいてキノコを取る。そしたら先に進めるっていう感じだね。さあどんどん進んでいきましょう。これチェックポイント。え、なんで今のまで、すげえ四角、怪しいな、叩いてみたい。来い来い、これなんだ。まあまあまあ、中間ポイント取れてるし全然いいよ。この左のバネいるんかな、多分いらないよね。っていうか持ってる状態でジャンプしたらさ、またコインに引っかかっちゃうから多分いらないと思うんですよ。なんでバネ捨てていきたいと思います。そしてここはどっちだ、左。あそこの場所でファイヤーを取れた、そういうことなんだね。それじゃあここでフラワーを待っておいて、多分上のモブ兵にね着火しろっていうことだと思うんですよ。着火だ、着火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 、さあ食らえエクスプローション。よしよし、はっ。エクスプローションよりファイヤーの方が強かったね。それじゃあここは右にダッシュしておけっていうことだよね。そしたらオンオフが抜けれると。そんな手さなんか食らわねえよ、分かってんだよこっちは。パン様、パン様ひどいっすよ、ずっとあなただけを慕って生きてきたのに奈落の底へ落とすなんて。これも修行の一環なんですかねえパン様、とか言うとでも思ったかパン野郎が。潰れてろそこで。ここは、いや右は違うよね。このパウの上に乗ってこの先に進むで合ってんのかな。合ってるっぽい。いやでもキノコダメって書いてるよね。うわマジか。じゃあここは別の場所に連れて行かれるっていうことか。いや上等じゃねえか、 C 耐久でも何でも来るがいいさ。ここは嫌だ、乗りたくないよ。うわせめてやらさせて。これはえどっちに、左、左行けないよね。一旦下から装備、装備バッタンで上まで行って、パウもメットもあれば無敵でしょ。これでやられることはないんじゃないかな、なかなか。さあ何が来る、えクッパクラウン、え、ちょっと待ってね、なんて書いてんだろう。じゃあ読んでいい、ちょっと早送りするね。ザ・エンティア・レベル・イズ・ア・カールボックスって書いてるっぽいんだよね。ごめん、せっかく早送りさせてもらったけど、なんて意味か全然わかんないね。調べれたら調べときます。さあこっから右、なるほどね、スタート位置のドアのところで戻れっていう感じだったのか。ここはもう何もできない感じ、上に行けるっぽいよ。もしかしてさ、これゴールなんじゃない。だいたいさ、昔のトロールコースってこっからゴールっていう可能性多かったよね。結構長かったけど、なるほどね、ここでスタート位置に戻してくれると。優しいじゃねえか制作者さん、顔の割によ。顔は顔の中に住んでたけど、はっ、忘れてた。まあまあでもこっからさ、スタートからやり直していいんじゃないの。はい、それじゃあね、スタートからやり直ししてるんだけど、多分こっからさっきのドアに入ることができれば次の場所を進めると思うんですよ。まあ多分ね、次ゴールなんじゃないかなって思うんですけど、最速タイムがさ20何秒とか書いてたじゃん。なんでこっから先もうゴールが待ってるんじゃないかなと、そう思うんですよ。ほらなんかさっきと違う、これで扉に入ればボム兵が出てきて下に連れてってくれるっていうわけで、そこにゴールがあるみたいな。あれないよ、右に行けっていう感じかな。そしてドカン、あ、扉があるのね。そしてうわゴールがあるけど、こっからどうすればいいんだろうね。アウトオブスプリットウェイト待っとけばいいのかな。
まっとったらこのオンオフがあるみたいだ。ちょっと左を進化してまっとってみるね。さあいつかあるんだ。きなどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ1秒 TA ということで、説明文を見てみるとですね、それは一瞬の出来事でしたって書いてるんですよ。まあ最速タイムがさ 1.899 秒なんで、コース名の通り1秒でクリアしろっていうコースなんじゃないんですかね。そしてサムネを見る感じさ、右にダッシュすればゴールできるっていう感じだと思うんですけど、クリア率を見てみるとそういうわけにはいきそうにありませんね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.16% と言いたいんですけど、僕とここで一つ賭けをしませんか。このコースを一発でクリアしたら高評価を10回ぐらい押してください。そのくらいのプレッシャーを持って僕はこのコースに挑んでいきたいと思います。さあ行くぜマリー、高評価獲得ミラクルダッシュなるほどね、高評価もゴールもブロックしてくるっていうわけね。上等じゃねえか、バネと僕とのコンビネーションを見せてやるぜ。これどうすればいいんでしょうか。砲弾落ちてくるのめっちゃ早いよね。バネ下に入れることができんのかな。ちょっともう一回やってみようか。バネを手に入れた瞬間すぐ投げる。やっぱ早いよね、砲弾が落ちてくるのが早すぎてね、バネを下に入れることができないんだよね。それじゃあ次ジャンプして投げてみる。なんでスタートした瞬間すぐジャンプしてバネを投げる。きたすいません、ゴールしたいと思います。今日は早かったね。いや違うんだって。そっかそっか、ダッシュボタン押してたらさバネ持っちゃうね。なんでダッシュボタン押さずにゴールしたいと思います。このバネフューチャリング放題だ。え、ちょっと待ってよ、持ったらいけない、下にも行ったらいけないんでしょ。じゃあどうやってゴールすればいいんだろう。もしかしてさ、このゴールバーにタイミングよく当たれっていう感じかな。見て見て、数字出てるやん。ゴールでよくない。今5点っていう数字出てたよね。任天堂さん、この判定はおかしいと思います。早急にアップデートもらっていいですか。まあでもゴール方法は分かったね。皆さん見ててください、このタイミングを極めしタイミングキング、一発でゴールしたいと思います。いやー、次こそしっかりとバーのタイミングを見極めてゴールバーに触れたいと思います。次は絶対にゴールするからね、このタイミング。やったどうもありがとうございました。この動画が良ければグッド。いやちょっと待って、このコースはコース名に1秒 TA って書いてなかったか。制作者さんは1秒でゴールしてほしいと、そういう気持ちでこのコースを作ったんじゃないんでしょうか。ということで僕は1秒台でゴールしてみせたいと思います。まあ1秒って言ったらさ、すぐにあのゴールポールに触れろみたいな。見た今の速さ、マリオも喜んでるね。これ最速タイム取れるんじゃないの。さあどうなんでしょうか、頼む。僕牛丼派なんだよね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。